サビの部分が終わったら間奏に入るんですが、その時一番最初のミトちゃんの動きに戻ります。右足を出しながら手を回します。戻したら左足を出します。1、2、3、4、5、6、7、8、この動きを4回繰り返します。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8。間奏が終わったら2番に入りますが、2番は一番最初の動きをそのまま繰り返し行ってみましょう。2番の間奏の後、次の動きに入ります。